ディナーはいつご馳走になれるのかしら、シドニー。本物のチップを返してもらうわよ、シドニー。それともおばば様と呼んだ方がいいのかしら。とぼけてもダメ。あら、いつわかった。髪をぺったりとさせておくのにはずいぶんグリースを使うんでしょうね。おばあちゃんとすれ違った時同じ匂いがしたわ。敷地全体が吹っ飛ぶっていうのも嘘でしょ。あなたは以前からキング邸に潜入し、おばばを演じてキングの信頼を得、チップを奪う時を待った。そして 3WA に匿名の通報を送り、まんまと私たちに協力させた。4年もだよ。おばばとシドニーの二役こなすのは大変だった。また臭い芝居よ。Heh.